弓張山地は、赤石山脈の南側の愛知県と岩橋市,市、新城市と静岡県湖西市、浜松市北区にまたがる山地。八名弓張山地とも呼ばれる。足毛湿原の木道を散策するハイカーと、弓張山地南アルプスの南端の山域とされることもある。南アルプスから天竜川で分断されるが、その北東端の境界は明確ではない。一般的には、 トビノス山を北東端の最高地点として、上日の行政区域内にある山域を指す。南西に伸びる愛知県と静岡県境の球場に連なる山域であり、太平洋沿岸付近まで約5 0トルにわたって伸びる。トビノス山のすぐ南西の稜線の一部が東海自然歩道となっている。南西端の稜線は古西連峰と呼ばれ、古西医師がハイキングコースを整備している。 また、静岡県側には、浜名湖や三方原へ向かって広がる山域があり、静岡県ではこれを公式に、稲佐山地としているほか、湖北連邦あるいは奥浜名給料、稲佐丘陵などと呼ばれることもある。南部の一等三角点のある、神石山から南西に伸びる稜線や石巻山の東尾根には、豊橋市により、豊橋自然歩道が整備されている。 その北陸の足毛出現を中心とする山域が、新、花の百名山に選定されている。また、足毛出現は、花の百名山に選定されている。足毛出現と石巻山の周辺は、愛知県の石巻山多部県立自然公園に指定されている。すせジャあなゆみは山地南部の人石山の一等三角天富士見岩から望む石巻山山頂部の石灰岩。 連携は、三河湾と三金山上標のほか、県境から外れる山として、愛知県の吉祥山、船月山、城間山、大森山、静岡県の城ヶ、峰、龍ヶ市山、霧山などがある。ありがとうございます。